まあどうでもいいんですね、えー。本当にどうでもいいと思っているから、まあペットボトルは散らかすわ。YouTube は非公開にしないわ。ツイートは削除しないわ。ホームページは全然メンテしないわ。死亡したことにしてないんですね。えー、行方不明のままあ死亡したと自分たちで言っときながら死亡してないというこの矛盾。だからそうなるんじゃないんですかと。 誠意、えー、が感じられないわけですよ。えー我、よっぽどですね、情報発信をしている方ですとか、それに対して、えー、批判的な意見、肯定的な意見、えー、含め、えー、事件派、自己派、えー、そっちのね、いろいろ考えて、毎日考えて、コメントとかしている人たちの方が、よっぽど考えてるんですよ。よっぽど考えてるんです。だから、えー、税金でお仕事している人たち、めんどくせえなって思ってるんですよ。 だからそれで,ですね山梨県警についていじっていきたいと思います本日2022年の6月28日午後5時55分大樹森林会の大浅大志でございますこれですね大月警察署のホームページのテキストの文章になります警察署からのお知らせ行方不明者情報提供窓口これをですねポチッと とこう押しますと、えー、現在行方不明者の情報がございませんと出ますしかしながらですねこれもう大月警察署のホームページトップホームページの一番下にこれがあるわけですね読み上げますよ令和元年9月21日山梨県道志村キャンプ場から小倉美咲ちゃん当時7歳が行方不明になっています 美咲ちゃんに関する情報ありましたら山梨県警察に警察お問い合わせフォームへの入力をお願いします情報は夜間休日問わず受け付けておりますので迅速な提供をお願いいたしますということですねまあ提供しても動画消せとか動画消せとかえ全くねえ全く くししわわれれるる軽ねるこれは私のですね、過去の動画、5月ぐらいの動画で、大月警察署にも3回も電話し、ここにね、055422の0110二3回も電話し、そしてですよ、メディアにも情報提供し、小倉美咲さんの情報提供フォーム、これにも提供したのに、何にも 何にも一切誰も何もよこさないって言って、私の底辺 YouTuber に情報くださった方がいました。まあ、こういう態度なんですよ、ね。自分たちが死亡しましたよという判断を下し、ご遺族の方に連絡し電話で連絡し、それこそ節穴チャンネルを肯定するわけじゃないですけど、えー、せめて書面でしょと。 まあ一番いいのは署名持って、もう面と向かって出向いて、千葉まで出向いてね。だって金使ってるわけでしょ金いっぱい使ってるわけですよ。毎日2ヶ月間も捜査員を入れて、まあ実際行ってみたらほとんどいねえみたいな。ほとんど規制線のところにも誰もいねえみたいな。まあいいんですけど、金使ってるのに、そうやって言っときながら、こういうね、ホームページのところとかメンテナンスしない。 これはもうですね、もうどうでもいいとしか考えてないんですって、そもそもが。行方不明になっています。ね、リンク、これね、全部、全部まだね、このリンクをポチッと押したときに、まだ情報提供法、問い合わせフォームとかが生きてたら、まだ、 まだなんかね、本当に何もしてないんだな感がいっぱいで、まあそれはそれで問題なんだけど、だけど何、本当に何もしてないんだったらすいませんでしたっつってやればいいだけの話でしょだけど、中途半端にやってんのよ。昨日の動画でも言ったけど、山梨県警中途半端にやってるでしょね山梨県警の場合はツイートなんで消さないんですかと、4月21日、4日後に、 人骨らしきものが発見しましたとかってなんか報道とかやってるわけでしょ公開しね、言ってるわけでしょ報道機関に。だから、あちょっと待てよと、そう,そう言われてみれば、そういうものが小倉美咲さんの、えー、お母様とか,、えー、おか、お母様とお母様でしたっけ、おばあちゃままで含めて行ってるわけでしょ大月警察署にわざわざ、千葉県成田市からわざわざ行ってるって本あのホームページに書いてるよ。 そして、それの結果、ツイートとか、その動画とかやってるわけでしょそしたら、言葉りを入れて、大月警察署としては今回死亡判定をしましたので、その原本となるものは削除させていただきますって、丁寧に言った上で削除すれば、ホームページは生きてたとしても、リンク切れるでしょって普通に考えてね。だから、 ね普通に小倉美咲さんの創作ホームページ行くとリンク切れてるやつと、まあ、非公開になってるんだけど非公開になってるやつとそのまま残ってるツイートとかあるわけそう中途半端にやるわけですよえなんか YouTube で非公開になってるってこれどこのリンクだろうなとかって思いながらそもそも山梨県警って YouTube あるのかなって見ていけば去年の7月13日に何あれあれかなり金かけて作ってるよ 自前で作ったとしてもそれ税金でしょ税金かなり投入した上で、小倉美咲さんの創作動画を作ってるわけでしょね今回お亡くなりになったというふうに発表するんであれば、それはせめて非公開でしょ削除,すれ削除しなさいって私は思うけど、非公開って出てきた瞬間に気持ち悪いから、から削除でしょってね、削除でしょって自分たちで持ってるわけでしょそれ金かけて作ったわけですからね、原本はね。 でこれ今回の問い合わせフォームですよ問い合わせフォームは、えー、土曜日のライブ配信の時に盛り上がったやつです。私が伝達しようかしまいかっ言ったやつね。で一応、確認してからやるからっ,つって、えー、言った時にもうそれはリンクは切れてるよっていうなんか話がわーってなったんですけど行ってみたらリンクは切れてましたが、ましたが、これ、ポチってクリックしてリンクを見に行く人ってほとんどいないって本当にあどこに問い合わせればいいのかなぐらいの人しかいないわけ。 ということは、ほとんど大月警察署のホームページに何か関係なく行った人が、これを見るわけですよ。見たら、あ、まだ行方不明になっているんだって思う人、いますよ、絶対。いいんですか 三関さん、まだいなくな行方不明なんだ。じゃあ、なんかあるかもね。つって、一生懸命やるわけですよね。なんか、ああそういえば写真当たったから、それに見たい人とかその何、何年後のやつとか、もしくはこの話ぶりですとか、そういうビデオとかも公開されてるからね。そういうのを見て、やろうとする人出てくるよ。7月13日の、2021年7月13日の映像を見たり。 その4月21日のツイッター見たりね、このホームページ、大月警察署のホームページ見たりとか、ね、その結果、あれお亡くなりになってたってなった瞬間に、何なのって、え、自分の人生の貴重な時間を使って、そのね、一生懸命、いや、その,その問い合わせした5月に、私に情報くださった方は、自分の人生の 貴重な時間を使って、そしてフェイス実,実名でこうやっている Facebook とかにも情報を載っけて、わかりますやってるわけですよ。本当にね。じゃあ、そういう人たちに対してどういうアクションを起こしてるんですかと。わかりますそうやって情報をくれ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 言ってて、情報を実際やった人に対してどういう対応をしてるんですかって。そういうふうに思うわけですよ。ね。 だから、それ、この怒りのね、爆発っていうのは、現に実際私のところに、その、やったかと全然取り合ってくれないっていう人が、真面目に、本名で、ちゃんとね、丁寧に連絡をくださったから、こういうふうな感情はなるんだよ。ね大したことだと思ってわかるでしょ大月警察署に何回も電話してるんだから、わかるよ。あの人だなって。わかるよ。私は、ちゃんとね、ちゃんと見て、 1>, 1日2日ちゃんと見てからこれはスケール感が違いますね。そういうふうな反射、ここに映ってるものはこれぐらいで大体実際見れば20メートルぐらいの,その現物の大きさになります。ということはここに映ってるものはだいたい5メートルぐらいですねと。それでもどうですかってのその後音なくなったんだけどそういう回答とか もしくはね、ちゃんとそこの、えー、その写真を撮ったところの、えー、ところに対して問い合わせしますとかって大月警察署が言えばいいだけ。ただ単にね。言えばいいだけ。こんなの違うよみたいな感じで。こんな情報大したことねえよみたいな。だから足跡らしきものを2年8ヶ月後に捜査に入ったんじゃないんですか 足跡らしきものは足跡じゃないかもしれない。だけど足跡らしきものがあって、創作ボランティアンがその当時、噂になって椿沢で、ねそこを探そうっつって一生懸命探したんですよ。警察何やってたんですかそこに入ったんですか消防団、それ話聞いてるでしょ消防団に言ったっ,つって言ったんです消防団しか入ってないから、おそらく。そこに。現地のことがわかる消防団しか入ってないわけだから。ねえ。 5月12日に一般人呼んで規制線をずらしてそして入れてからもう1ヶ月以上経ちますよ ANN が報道してからその会見,会見とか開いたらどうですかねえ捜査しているしている詐欺みたいな感じになりますよあのままだとペット,ボトルペットボトルをふっちらかしたふっちらかして不法投棄ですか警察が不法投棄してるんですかはい以上です